橋本健太郎は、京都府鈴木郡田辺町出身の元プロ野球選手。現在は、阪神タイガースの打撃投手。大阪府八尾市で出生。小学3年生の時に、京都府鈴木郡田辺町へ転居したことを機に、軟式野球の大隅クラブで野球を始めた。当時から学年トップの身長で、田辺町立大隅中学校では、野球部に所属しエースだった。 久美山高校時代は全国大会に縁がなく3年夏は京都大会1回戦敗退。仙台6大学野球連盟所属の東北福祉大学に進学後は最速時速 147km の速球派投手として3年から登板し、秋には明治神宮大会で全国デビュー、4年時のリーグ戦で5勝を挙げ、大学選手権では2回戦先発で、 キサヌキヨウと投げ合うも優勝するは第二5回コールド、負け。明治神宮大会では、準優勝するも、同期の北に久美が全試合先発して、当番なし。大学卒業後は、社会人野球の日本新薬に入社。大学時代とは違う、時速 135km 程度の急速ながら、実践的な打ちにくさを追求して抑える投球で、先発投手として2004年の、 第75回都市対抗野球大会8強入りに貢献し優秀選手賞を受賞した。2004年のプロ野球ドラフト会議で阪神タイガースから4巡目で指名。契約金8000万円、年俸1200万円という条件で入団した。背番号は34。2005年には投手に対する辛口評価で知られる OB の小山正明から シーズン前に高い評価を受けた。また、実戦登板で、大学時代を上回る休息を記録し、開幕一軍登録を果たした。4月27日の対中日ドラゴンズ戦での、救援登板でプロ初勝利を挙げたが、このことを知らなかった、鳥谷隆が、ウィニングボールをスタンドへ投げ入れるというハプニングも、あった。レギュラーシーズン全体では、中継ぎとして、 一軍公式戦五十一試合の登板で、防御率二点三0を記録。抑え投手陣、JFK の一人であるジェフ・ウィリアムスから、自身と同じ中継ぎ要因の佐治木原正氏、エグサ人気の二人と並んで、SHE と命名されるほどの活躍で、チームのセントラルリーグ優勝に貢献した。二千五年の日本シリーズでは、チームは、第一戦からの4位連敗によってチバロッテ・マリーンズに、 屈したが、第1.3戦に登板した。2006年には、右肩鍵盤炎の影響で、一軍公式戦2試合の登板にとどまった。2007年には、開幕から JFK につなぐ中継ぎ要員として、一軍公式戦での登板を再び重ねた。しかし、7月にぎっくり腰を発症して、登録抹消された後は、渡辺良の対等もあって、敗戦処理に回り、 46試合に登板したものの、防御率4点台に終わった。2008年は、防御率が5点台となり、登板試合数も10試合にとどまった。2009年3月4日に、久保安友と元の交換トレードで千葉ロッテマリーンズへ移籍、背番号13を着用した。レギュラーシーズンでは、イースタンリーグ公式戦で、リーグ最多の13セーブを挙げたが、 一軍公式戦には2試合の登板にとどまった。2010年、一軍公式戦9試合に登板。オール中継ぎで0勝1敗、防御率6.35という成績を残した。また、二軍のイースタンリーグ優勝によって進出した、ファーム、日本選手権では、ウエスタンリーグで優勝した古巣の阪神打線を、相手に勝利を挙げた。2011年には、プロ入り後初めて、 一軍公式戦への登板機会がなかった。イースタンリーグの公式戦には40試合に登板。チーム最多の11セーブを挙げたものの、1勝5敗と大きく負け越した。2012年には一軍公式戦13試合に登板。自身2年不利の一軍マウンドであったが、勝敗はつかず、防御率も4.20にとどまった。その一方で、イースタンリーグ公式戦では、 11試合の登板で防御率1.74を記録した。2013年には2年ぶりに一軍公式戦での登板機会がなく10月3日に球団から戦力外通告を受けた。後に古巣の阪神から打撃投手としての復帰を打診されたことから現役を引退。2014年より古巣の阪神の打撃投手を務める。二千十七年には ワールドベースボールクラシック日本代表からの要請を受けて阪神球団からスタッフとして代表に派遣。2月の宮崎合宿から日本代表に合流すると3月21日の準決勝でアメリカ代表に敗れるまで打撃投手として代表に帯同した。長身から投げ下ろすストレートとチェンジアップのコンビネーションが武器。ありがとうございます。